ゆうチャンネルにようこそ。今回は岐阜ワールドローズガーデンに来ました。この前バラを見に来たばかりなんですけど、今回はアジサイ展、またアジサイの方を見に来ました。ということでですね、早速アジサイ展の方を見ていきたいと思います。まずはですね、山アジサイの方から、見ていきたいと思います。山アジサイというと普通のアジサイよりもちょっと可愛い感じですね。こちらは緑色の、アジサイですね。これすごく変わっていて、いいなと思いました。名前の方は緑宝と書いてありました。よく見ると四つ葉のクローバーがいっぱいついているような感じのアジサイでした。これは本当に珍しいと思いましたね。山アジサイと言いますとですね、普通のガクアジサイでもそうなんですけど、ちょっと花びらが小さい感じですね。このアジサイなんかすごく可愛いですよね。色といい、大きさといい。ちょっと名前を見てくるの忘れました。ごめんなさい。こちらは、先ほど紹介いたしました緑宝ですね。緑のアジサイです。こちらは、アレンジされた、アジサイです。八重のアジサイですかね。なんかダンスパーティーに似てますね。こちらのアジサイは三河千鳥って書いてありましたね。ちょっと調べてみましたら、静岡県で、見つかった、珍しいアジサイだそうです。はい、こちらのアジサイは、花びらのこの形がなかなか変わった感じで、名前は花吹雪です。この花吹雪は最初は白い花びらみたいなんですけど、徐々に水色になっていくみたいです。こちらのアジサイは上辺手まりです。こちらは杖の小手まりと言います。この色といい、花びらの形といい、いいですね。これ小手まりってやっぱなんかいいですよね。やはり、山アジサイと言いますと、こういう小手まり系の、小さいアジサイが多いのかな。こちらのアジサイは手裏剣ですね。手裏剣といえばやっぱり忍者ですね。忍者といえば赤影三条、わかるかな。こちらのアジサイはブルーマーブルソーダ、ソーダ色の味だからかな。こちらのアジサイはマイクジャクです。ガクアジサイの、八重咲きですね。こういう花びらがびっしりある、八重のアジサイってすごく可愛いですよね。
こちらは西洋アジサイのコーナーですね。実を言うとですね、この期間中に押し花体験、アジサイの押し花体験ができるみたいなんですけど、ちょっと僕やりたかったんですけどね、男一人でやるのもちょっと恥ずかしいので断念しました。こちらの岐阜ワールドローズガーデンのアジサイコレクション、こちらの方でですわね、100品種のアジサイが集う展示となっております。はい、こちらのアジサイはリリールーピンクです。リリールーピンク、ちょっと薄い感じの、可愛らしい、アジサイですね。はい、こちらのアジサイはマジカルチョコレート、チョコレート色のアジサイなんですね。これもまたなんか珍しいですよね。はい、こちらのブルーのアジサイ、名前なんだと思います？僕見てびっくりしました。実を言うとラピスラズリなんですね。ラピスラズリ色ってこういう色なのかな。こちらのアジサイは星占いです、お星様がいっぱいあるように見えるからかな。星占いか。僕の星座は何でしょう。絶対に餃子ではないな。はい、こちらのアジサイはですね、名前がですね、マジカルレボリューション。これね、発音が大事ですよ。レボリューションね。こちらは、フラワーパークにも、ありましたよね。はい、続きまして こちらのアジサイは未来と言います。なかなかこの色もいい色ですね。こちらのアジサイが珍しいですよ。こちらはですね、カーリースパークと言います。こちらはフロンレシア、フロレンシアですね。これもフラワーパークにありましたね。もう僕が一番好きだって言ってたあの白いアジサイですね。このカーリースパークル、このアジサイね、珍しいんですよ。愛知県の渥美半島でしか取れない、産地限定らしいです。この辺なんかもいいですよね。この黄緑色の、青色から黄緑色に変わるのかな、このアジサイ。この花びらの多さいいですね。これポージーブーケサーシャピンク。はい、こちらのアジサイピンク色の、すごくきめが細かい花びら、これもいいですね。ブーケ系の、ガクアジサイ、すごくいいですね。
こちらのアジサイはポップコーンですね。オタフクアジサイですね。ポップコーンといえばですね、映画を見ているといつももうポップコーンばかり食べていて、もうすぐなくなっちゃうんですよね。そういう経験ってありませんか？こちらのアジサイはフェザーアジサイの、パープルですね。すごく、花びらが細かくてすごくいいですね。こちらのアジサイはテマリテマリと書いてありました。それではですね、今回は岐阜ワールドローズガーデン、こちらの方のアジサイコレクションをお届けいたしました。いかがだったでしょうか？たくさんのアジサイが見れて僕も大変嬉しかったです。それを皆様にお届けして皆様も喜んでもらえたらいいなと思います。岐阜ワールドローズガーデンはこの前バラ園を見に来たばかりなんですけど、今回はアジサイを見に来ました。これからはひまわり、コスモスが多分咲くと思います。そうやって思うとやはり年間パスポートを持っていた方がいいのかなと、少し思いました。それではですね、あと残り最後まで、見てくれたら嬉しいなと思います。それでは私の解説はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。高評価またコメント入れてくれたら嬉しいです。それではまた会いましょう。